じゃあ始めましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうしようかな。まっさり切りたくて、で切りっぱなしボブにしたくて、顎下1センチぐらい。おすごいいいし顎下1センチっていうと結構もう首はめっちゃ出る感じ。あそうですね、うん、でちょっと外羽っぽい感じのスタイリングとかそうです、ね、してもいいかなって感じ。 OK いいと思う。でちょっと軽め で、うんうん、で耳かけること多分多いと思うので、耳かけても下ろしても可愛いような、うんうん、あ、OK、やっちゃおうか、はい、耳かけても下ろしても可愛い。少しじゃ前下がりの方が可愛いよね、はい、そうですかね、もう全部お任せします、うん、あ、本当任せてください。お願いします。前髪は薄め前髪。そうですね、薄めで、うん、まあ目にかからないくらいかな。OK、色は色なんですけど、うんうんうんこんな感じ、インナーを作りたくて。おー、いいじゃない。今もちょっと入ってる。そうですね、うん、インナー入ってて、でも結構前なので伸びてきちゃって。上もブリーチかな。上はブリーチなしで、なしで、うん、明るくできるぐらい。明るくできるぐらい。どのぐらい、はい、じゃあ、これはでも絶対必要だよね。必要ですか。うん、どんぐらいだろう。なしで一番明るいみたいな。なしで一番明るい。ブラウン結構出ちゃうけど大丈夫。あ、大丈夫です、うん、じゃあなしで一番明るいぐらい。これぐらい温度ができたら続けるかな。何系がいいとか。あ、ミルクティー系。ミルクティー系。ブリーチしないでミルクティーベージュ。ミルクティーベージュがいい感じ。もうブリーチしちゃった方がいいんじゃない。え、なんかブリーチが勇気なくて待って、インナーはめっちゃブリーチだけど。インナーはもういいんですよ。あ、そうなんだミルクティーは意外に出ない、はい、本当ですか、うん、変なブラウンにはならないんだけど、うん、綺麗なミルクティーベージュになるかどうかっていうとなかなか難しいかも。うん、なんか参考の色とかもしあれば、多分そう言ってみんなが出してくれるやつ大体ブリーチある。え、本当ですか。そうそうそう、なんかよくインスタでブリーチなしでもできるミルクティーベージュってあるじゃないですか、ね、うん、信じちゃダメ。そうなんですかびっくり。その日してないで。あ、そうなんですか。そう、あ、それかめっちゃ髪質がいいか。でも髪質いいからいけそうな気もしないでもないけど、やっちゃった方がどんな色でも出せるな。でもなんかブリーチするとやっぱり落ち、うん、な黄色くなってっちゃうよね。ですよね、うん、なんか将来的にやっぱ明るいのダメかなって思って、うん、お、将来的にってちなみにどの将来なんかやっぱブリーチすると伸びるまでずっとその系じゃないですか。あ、まあね。だからなんかそのブラックするのを繰り返すよりはなんかもうブリッジしないでやった方がいいかなみたいな。ちなみにこんな色がいいなっていうのは見せてもらえると、なんだろう、お任せでもいいぐらいなんですけどなんかこの間いただいた写真もそうだし、うん、今の写真もそうだけど、はい、両方ブリッジしてあるやつ前提で頭に入っていくと、うん、結構ここのコントラストが、うん、あれちょっとえぐいかもって思われる可能性があるから、うん、うん、ああそれぐらいありだ。本当ですか。うん、これくらいですかね。それだったらギリ、うん、なんかめっちゃ明るいって感じなくてもいいので、うんうんうん、やっぱインナーと差つくぐらいだったらいいかなって感じですかね。でも基本的にはやっぱ上も明るめは明るめだね。そうですね、暗い黒とかが似合わないので、うん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 、ちょっと明るめが入ってたらいいなみたいな。 OK、 そんな感じでいこうかな。はい、はい、そうね。お願いします。じゃあ顎下1センチ前下がりボブインナーカラーいきましょう。お願いします。ボブだから、はい、襟足は入れない方がいいな、いいと思うんで、うん、この横のところが入ってるだけが一番可愛いと思うから、うん、そんな感じで任せてください。はい、はい、お願いします。はい、から準備。じゃあインナーから入れていっちゃおうかな。でシャンプーしやすいように、はい、先ちょっと長さも切っちゃいます。はい、切りましょう。お願いします。 OK です。緊張。あー、ちょっといいですか。ちょっとじゃあ見やすいとこから、とりあえずこれぐらい、はい、全然これより短くなります。あ、はい、はい、おお、切ったね結構傷んでるからね。そうなんですよ、うん、毛先に、うん、栄養を与えないと。はい、じゃあどんどん切ってあります。はい、パス。結構じゃあ伸ばしてた感じだ。グラデーションカラーみたいになってる、ね、あの、したんですよ、うんうんうん、なんか思う感じにならなくて、本当は裾カラーみたいにしたかったんですけど、うんうん、なんかここ行った方がいいよみたいな、うんうん、なっちゃって、うん、どんどん色入っちゃって。あ、そういうこと。そんな感じでグラデーションになっちゃうここも行った方がいい。やりたいことは聞いてくれなかったそう思ったのと違った。マジだ。おすすめされると断れない感じ。あ、そうです大丈夫、今日はね、すごいそんな変なおすすめはしませんよかったです。じゃあブリッジします。はい、早速行きましょう。はい、まずはブロッキング、ある程度これぐらいはあった方が可愛いと思うんで、うん、これぐらいでいきます。はい、通称イヤリングカラーだね。流行ってるよね。
流行ってますね。めちゃめちゃ。周りもめっちゃいる？いや、周りはなんか割と真面目な子が多く、うん、割と真面目な子が多い。私はちょっと突き抜けてやろうとしてる。こんな感じでブロッキングします。じゃあここブリーチいきます。はい、薬剤もう超簡単、いつものアディクシーハイブリッジです。もうこういうインナーカラーとかイヤリングカラーっていうのはもう確実にしっかり抜いてあげた方が満足度が高いんで、ファイバープレックス使うよりはしっかりとアディクシーハイブリッジ使っちゃった方が満足度高くなります。しっかり塗布用多めで塗っていきます。髪質的に結構柔らかいんで、抜けやすいと思うから、もうしっかりと塗布量を乗っけて時間で調節した方がいいかなと思います。オイルを挟んで軽く空気抜いてあげるイメージです。根元も攻めすぎないんだけど、ちゃんと奥の方まで塗ってあげる。で、確実に満足のいくところまで透明感出すためにしっかりと抜けるように塗布量多めでいきます。じゃあこれで20分置きます。はい、お疲れ様。チラリバッチリじゃない、いい感じです。よし、じゃあ流そう。はい、お願いします。お疲れ様。どう？いい感じ。ほんと？わからない。わからないでしょ。オッケー、じゃあからいきましょう。オッケー、じゃあ使う薬剤、まずイヤリングカラーのところは、デミフュージョニストの10ベージュに、アディクシーのグレーパール9グレーパール5対1です。で 6% で、通常のところが、アディクシー13シルバーを 6% 2倍です。で、 6% 2倍の方はこっちのベースの方は DLT 入ってます。ではいきましょう。結構抜けてるんで、普通に根元の方からまた塗布量多めでつけてきます。黄色みを取りつつベージュになりつつ、さらに少しグレーみを足すためにアディクションのグレーパール入れてます。 6% にするメリットは、まあ若干の色ムラを消してくれるんで、ここ 3% じゃない方がいいですね。はい、じゃあ2人でトップ塗ってきます。もうすでにバッサリだね。そうですね。なんか切ろうと思ったきっかけは何かある？じゃあその毛先のブリーチをもう切りたかったっ、うんうん、ああなるほどね。ちょっと綺麗じゃなかった？そうなんですよね、うん、ちょっと嫌で。で切りたくて、あと、うん、なんか普通に暑いな、鬱陶しいなって思って切っちゃおうと。なるほど。今まだ若いですよ、学生。あ、18です。18、あ、ほなるほどね、はい、最高だね。うん、欲しいでしょ絶対。そうですね、うん、学生さん、はい、大学1年生になります。1年生、はい、1年生。ピッチピチピッチピチや。どこのおっさんだもん。じゃあ、大学は何専攻してんの？薬学です。かしこかっこいいな。将来じゃあ何？薬剤師です。薬剤さん、はい、おー薬剤師さん、お薬手帳にやたらうるさくない？ああ、そうですね。お薬手帳のアプリはお持ちですか？絶対聞かれる。絶対聞かれて、なんかお薬手帳のアプリって起動しないときない？私、アプリさんあるんですか？アプリあるの？あります、あります。そうなんですか？で、起動しないんで、俺がいつもやる。まあ、どうでもいい話だったじゃん。よし、じゃあこれで時間をくれ。お疲れ様です。じゃあちょっとコーミングしながら、ほんのりブラウンだね。綺麗な感じでいきましょう。で、持ってこちら、いい感じにベージュになってんじゃないでしょうか。じゃあこれで流します。はい、お願いします。じゃあいきましょう。はい、全体的に明るくなったの、なんとなくわかる。オッケー、じゃあいきましょう。短くなったけど。そうですね、顎下1センチってこれぐらいですかね。もう首も出しちゃった方がいいよね。オッケー、切りましょう。じゃあ早速いきたいかなと思います。じゃあ、はい、ちょっと下向いてください。まあ切りっぱなしボブってことなんで、レザーでワンレングス切っていきます。もうちょい下向けるかな。はい、ありがとうございます。で、顎下1センチって言われたら、だいたい前下がりになってくるんで、結構短くアウトライン設定すると可愛いです。首が少し出るくらい。もういつも通りですね、しっかりとレザーでこうやってラインを作って、で、このぐらい短くなるとこの襟足の形が出てしまうんで、しっかりとラインを今度はセニングで作ります。これを積み重ねていきましょう。こんな感じで直線に切っていきます。もうそんなに難しいことはないんで、本当に簡単と積み重ねて、で、切りっぱなしボブって、ね、ほとんどやっぱすかない方が可愛いんで、まあでも言うても韓国風ボブと違ってちょっとは襟足の方量を取るんだけど、基本的には透かないイメージでいきたいんで、ちゃんとレザーで綺麗にラインを作ってください。はい、こうやってレザーでいきます。はい、放射線状にしっかりと
コーミングしてあげてラインで切る。こうやってラインで切る。もうこれだけですね。そしたらサイドにつなげていきます。そしたら体が後ろのまんまサイドの毛をこうコーミングして、で後ろに持ってくる。ここでパネルを1回切ってあげた方が、短い前下がりボブの時は1回つなぎをきれいにしてあげた方がサイドすごいきれいに切れます。持ってくる。横の毛をきれいにコーミングして持ってきて、一直線で一直線、はい。そしたら横に体を動かして、そうするとここから急に下がってくるんで、そこをきれいに切り直してあげる。そうしてあげるときれいな前下がりができます。そして顎下1センチきたね。いった。OK。 急に下がるとこが出てくるんで、ここを切ってそれをつなげていく。で顎下1センチ、はい。これもういきなり左右揃います。こうやって後ろに持ってくることによって左右が結構揃いやすくなるんで、よし、いいんじゃない。さあ、でこの後ドライカットなんですけど、やっぱり耳にかけた時とかそういうのをしっかりと見ながら綺麗なラインっていうのを作ってあげるといいですね。じゃあ乾かしましょう。よし、乾かす前にちょっとトップの角だけ、トップの角だけ、はい。じゃあいきましょう。乾かします。乾かす前に PLT つけます。よりツヤ感とサラサラ感出していきます。よし、乾かし終わりました。明るくなったね。これぐらいどう？大丈夫そう？大丈夫。ミルクティーまではいかないんだけど、まあでも結構綺麗なベージュっていうか、一発のカラーでここまで来れればいいかなと思いますっていうのと、あとこれこの感じ、かわいいね。オッケー。重い方がかわいいよね、こういうの。そう、あ、でもちょっと量は取りたいかな。そうですね、うん、で軽めの方が、軽めの方が好き、はい。オッケー。あ、じゃあそんな切りっぱなし感じゃない方がいい。そうですね、なんかいいですか、うん、いいよ。ああ、なるほどなるほど、了解了解、 OK です。はい、そう、ちょっとね、若い子とのカウンセリングは写真を活用した方がいいですよ。そう、なんかね、ワードがすごい先走って、多分インスタ文化だと思うのよ。でインスタで美容師さんが集客しよう集客しようっつって、すごいいろんな名前をつけるから、その名前にみんな感化されてる若い子が多くて、切りっぱなしボブが多分僕らの思ってる切りっぱなしボブじゃない可能性が死ぬほど高いから、ちゃんとなんかカウンセリングは写真活用してください。僕はそうしてます、できる限り。今もうネーミングが乱立しすぎちゃってる、いろいろ見るでしょ。そうですね、めっちゃ見てるから、あ、これがなんかフェアリーフェミニンバングかみたいな。あるでしょ。そう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 、なんかね、いろいろ美容師さん名前つけるの上手だから、そういうので大体みんな知識得てるんだけど、ちゃんと写真共有するのいいですね。はい、今スライドカットでちょっとずつ撮ってます。で量は撮っちゃって、少しタイトな感じの切りっぱなしをいきます。はい、こんな感じでスライド入れていってます。でなんか少し切りっぱなし感を今回すごい出したい、あのさっきのお写真見る感じだと、多分毛先はぶつ切りで軽くしてある感じなんで、今回チョップ入れてません。もう切りっぱなし、本当にバツッと切ったところにスライドで空間を作ってる感じですね。で少しこうやって量を取っていきます。結構しっかり大胆に取っちゃって大丈夫です。暇がないとね、タイトに作れない。押しのスライドと引きのスライドを使い分けて量感をどんどん軽くしていきます。でさすがにちょっと今回の長さは襟足セニング入れます。どうしてもね、やっぱ軽くなりきれないと思うんで、スライドカットに関しては。よし、でサイドもいきます。サイドもちょっと軽くしてあげてください。耳が透けるような形で軽くしてあげるといいですね。よいしょ、こんな感じかな。逆いきます。だいぶ変わったね。変わりましたね、うん。そっち側触ってみて、めちゃめちゃサラサラしてる。あ、すごい。すごいでしょ。これがね、あの GLT っていうグリクシー酸レブリン酸を使った髪質改善カラー。うん、カラーで1回でできちゃうっていう。そうそうそう。多分最新のカラーじゃないかな。いろんなイルミナとかアディクシーとか、そういう明るい髪が綺麗になるっていうカラーあったけど、もうそういう次元の話じゃなくて、がっつり綺麗になる。よし、でさすがにちょっとこれ後ろが重すぎるんで、このこっから後ろですね、タイトにするためこれぐらいにしたいんで、量ステニングしていきます。グッと下見てください。よし、そしたらまずラインからきれいにしていきます。相変わらずセニングですね。セニングの刃をこう奥に差し込むイメージで、でライン作ります。
シザーでやるとどうしてもせっかく作ったレザーのライン消えるんで、こうセンニングでいきますね。でそしたらこう少しめくってあげて、この一番下は産毛になるぐらいまで量感取ります。ラインが少しぼけるぐらいまでは量取っちゃいましょう。で次ボンクボあたりまで、ここもかなり量が多いんでしっかり取ります。と取るときは取る、セニングを中途半端に使うんじゃなくて、使うときはもうがっつりこうやってルーツから取ってってあげると、でデザインにはなるんで、しっかりと手触りとか、あとはまとまりっていうところでセニング使わない場合も多いんだけども、しっかりと今日みたいにタイトなデザイン作りたい場合は量取ってあげないと作れないと意味ないんで、はい、真正面見てください。はい、こんぐらいだいぶタイトになりました。ではもう少しですね、もう一本、あと1個上までいきます。ここら辺までは隠れるとこなんで、しっかりとセニング入れます。意外にこのモデルさん髪の毛がすごいツヤツヤしてて、まとまりはすごくいいんだけども、量がしっかりあって、多分求めるスタイルにするためにはかなり量を取らなきゃいけないんで、ちょっと限界値近くまで取ってあげて、上からかぶせる。そっかり上はセニングは入れません。こういう感じタイトになってくる。でもう一回量感取っていきます。最終調整ですね。感じじゃない。ちょっと笑顔出たね。いい感じ。結構毛の量しっかりあるね。そうです、ね。うん。もっとチャレンジしてみたい髪型とかない？ショート、ベリーショート。ベリーショート。いいじゃん。すごい似合いそうじゃん。本当ですか？うん、なんかでも勇気がなくて。勇気がない。とりあえずボブから。とりあえず、いやでもなんか結構イメチェン大好き女なんで。イメチェン大好き女。長くして短くしてみたいなのが多くて。うん、繰り返してんだ。そうですね。あ、そうなんだ。でもちょっとベリーショートちょっとやばいかなみたいな。やばくないでしょ、全然。顔もね、整ってるし、全然ありだよ。あ、今度ぜひやりましょう。よいしょ。あと細かいところですね。もう表面は 5% のセニングに持ち替えて、表面の表面の毛先だけ少し取っておきます。イメチェン大好き女だいぶ満足していただけたんじゃないでしょうか。前を切ろうかな。この真ん中のところを目に入らないぐらいまで巻いて、え、もう巻かないで、巻かない、じゃあもうちょい行こうか。なんかもう巻き取れちゃうんですよね。髪質が良すぎるんだろうね。ストレートが強いからこれぐらいじゃない？ OK。 よし、じゃあこの前髪とこの脇の毛をつないでいきます。うん、でもここあんま短くしちゃうとタイトなボブにちょっとすごいフェミニンな感じになっちゃうんで、少しかっこよくいきたいんで、今日はこれぐらいでいいかなと思います。うん、いいんじゃない？よし。で、GLP 入ってるんで、最後少しアイロン入れていきます。で、アイロン入れると同時に、今結構内巻きにしちゃってるんですけども、少しタイト系のストーンとしたボブが一歩いもんね。そっち系でいこうか。うん、OK。ではでは、グリオキシル酸の意味抜け合を作っていきます。はい、持って。で、あんまり丸くしない。モデルさんが欲しがるストレート、ストーンっていう感じを作っていきましょう。で、熱は置いてくる。置いてきて、ストーン。あまり丸くしない、プレスしない、テンションかけないが基本です。周り誰かに言ってきた？いや誰にも言ってない。マジで、はい、いつか切るぐらいですね。いつか切る含むねその反応が好きなので。あ、何、変身したい系じゃん。そうです、ね。反応なかったらもう怒っていいよこれ。そうですね、イメチェンが大好きというか、うん、みんなの反応が見るのが大好き。あ、そうなの。まあ、こんな感じでトリートメントを結合させてきます。まあ、今日は僕にして、僕のカットにして結構空いてます。まあ、モデルさんに合わせてどんどんあんまり丸みを出さないようにするために、ちょっと内側はしっかり取ったスタイルですね。まあ、これはこれでおしゃれでかっこいいですね。ちょっとトイレつけます。さあ、インナーも綺麗だし、カットラインも可愛い。うん、さあこんな感じ、いい感じじゃない？はい、OK。はい、お疲れ様でした。めっちゃ変わったね。変わりました。いい感じです。はい、さあ、イメチェン、がっつりしましたね。はい。OK。じゃあ今日は、まあやったことは、まずイヤリングカラーを、ブリーチ抜いたのと、あとトップ、ブリーチなしの、まあできる限りミルクティーまではいかないんだけど、ちょっと柔らかいベージュっていうのを作りました。で、あとは切りっぱなしボブ。で、今日はこういう、ちょっと向こうを見てもらっていい？こういうタイトな感じで切りっぱなしを作るっていうのをやりました。で、こうやってインナーが入ることによって、このサイドの透け感とかも出てくるんで、少し耳にかけたりすると、すごい柔らかい感じとかも出て、
少しモードも感じさせつつ、なんかフェミニンな女の子らしさっていうのも出ていいんじゃないでしょうか。じゃあそんな感じで今日はわざわざこちらまでありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ、はい、今度ベリーショット、はい、やろうね。やります、はい。じゃあそんな感じで今日の動画は終わります。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあバイバイ。お疲れ様、本当にありがとうございました。はい、めっちゃいいじゃない。OK。すごい髪の毛の量。めっちゃある。めっちゃある。じゃあ忘れ物ないよ。はい、はい、またね。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お、大丈夫。じゃあまた。ありがとうございます。